皆さんこんばんは、ダイです。私は今 JR 四ツ谷駅来ております。今回はですね、チャンネル登録者数が300人突破したことを記念したのと、あと年内最後の動画ということで、あと7時間で、2018年も終わってしまうわけなんですが、やっていきたいと思います。で、なぜ今回四ツ谷駅に来ているのかというと、この四ツ谷駅に止まる特急電車が、3月のダイヤ改正で、なくなってしまうんですね。なので今回は四ツ谷から新宿まで、特急電車乗っていきたいと思います。はい、じゃあ早速改札の方行きたいと思います。はい、ということで四ツ谷駅の麹町口にやってきました。じゃあ早速入っていこうと思います。はい、今回使う切符はこちらの乗車券と特急券がくっついてるやつですね。はい、ということで、特急甲府行きの、表示が出ました。特急甲府行き入線から新宿下車まで、ノーカットで見ていただきたいと思います。はい、ということで、特急開示121号甲府行きが、やってまいりました。ここから、新宿駅までは、ノーカットで、見ていただきたいと思います。お気づきの方いたかと思いますが、今回グリーン車に乗ります。ここですね。こちらが E353 系の、グリーン車座席です。快適ですね。すごい。椅子はこんだけ倒れますね。では降りる準備をしましょうか。こちらは一般車のようですね。
21時53で新宿到着21時58ですよ、はい、でこの5分間に1700円かけるっていうなかなかできないようなことをやっていますね。もう今代々木あたりですかね。すでに、湘南新宿ラインのホームが見えてきました。あ、湘南新宿ラインじゃないや、特急ホームだ。あ、出口左側らしいですね。じゃあ9番線左側の方行ってみましょうか。入線してからだいたい5分半で新宿駅のホーム入線しています。いや結構人並んでますね。これ多分自由席の列ですよね。あ、グリーン車乗る人意外といるな。はい、ということで、四ツ谷から5分、新宿駅に到着しました。じゃあこの電車見送りたいと思います。はい、四ツ谷から約5分、お世話になったこちらの E353系開示121号をお見送りしていきたいと思います。この新宿駅では、2分ほど停車しているんですね。やっぱり自由席に乗る人が多いので、はい、それが必要ですよね。いやー、それにしてもグリーン車快適でしたね。はい、もう座ってる時間なんて30秒にも満たないんじゃないですかね。はい、お見送りしたところで、改札出たいんですが、今回はですね、私こちらの切符無効にもらいたいと思うので、この動画はここでおしまいとなります。はい、ご視聴ありがとうございました。皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。